今日のメインディッシュは1983年にデビューした松本明子さんと森尾由美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。華やか、はい、松本明子さん、うん、こう資料にね、はい、57歳そこから行く森尾由美さん、いやもうこれも資料に書いてありますけど、はい、57歳そこから行く、はい、57、いやいやもう10代からお世話になって、お10代からお世話になってますから、お世話になってますから、本当にすごい、大竹さんとも お若いね、ありがとうございます。もう美魔女、いやいやちゃんはもうめちゃくちゃ美魔女でございます。森尾さんもうお孫さんがいらっしゃるんですか。そうです、おばあちゃんになりました。本当のおばあちゃん、こんなおばあちゃんいる、若いな、いやいやいや本当美魔女、ありがとうございます。あこさんも、ね、もう二人ともしぶとい失礼いたしました、すいません、本当に転んでもただ起きない、そうなんだ、しぶといし、よくすがるつるがあったなそうね、本当ですね、この井戸を塞ごうとしたやつはいないのか誰それ、うん、上から井戸を塞ごうとした人いたら怖い、金槌で釘打ってもう出てこないようにするっていう誰かそういう使命を満たした人いないのしぶといしぶとい、ね、しぶとく、ね、だってあれでしょ、はい、森尾さんは、うん、あの遅く起きた朝はっていうのが はい、あれがまだやってんだよね、あれ。そう、まだやってます。あれは何時から、うん、朝6時半です。あ、今度今何て言ってる の、 日曜日の、うん、今早く起きた、早く起きた朝、はい、そう、何年やってんのあれ。30年です。30年、すごいよ、ね、皆さんも出てる人変わらずね、30年、57歳になって早く起きた朝は、そう、ちょうどいい時間ですよ自然と目が覚めちゃうんだから、もう面白い、すげーなー、もういや、すごいわ、驚いちゃうよ。だって2人とも不作と言われた83年でしょ。そうですよ、だからもう不作だったんだから、ね、もういいじゃないかと、もうとっくにさいやでも ね、今やからこうやって笑ってるけど、うん、当時はもう本当にアイドルね、ザーッと全盛期だから、そうでしょ、つらかった、つら、うん、かったアイドル格差、つらかった、今すごいじゃない。だから森尾さんは、うん、あれだよね、他にもやってるよ、なんか、うん、こち亀の、はい、声優も、はい、やってるでしょ、やってました、はい、もともとモデルさんのセブンティーン、そうです、そうです、あ、よく詳しい、そうです、そう、そうだからもうずっとアイドルも減って、女優さんもやって、狙われた学園ドラマもね、最初だからデビュードラマだったんだよね、ドラマです、はい、狙われた学園、はい、狙われた学園でもうものすごい力入れて、ものすごい人気があって、ダーって森尾さん出てきたんだよ。でその後、うん、今度歌出すわけよ、はい、それでファンがちょっと引いたんだよ。そうなのよ、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 ダメなんですよ、これそれ噂だけど本当なのそれ、本当です、本当です、うん、もうやんなきゃよかったねって本当にみんなにね、歌のタイトルなんつうの、お願い、お願いって、でもなんか当時、うん、今聞くとちょっとエッチなんですよ、うん、歌がね、はいはい、ね、うん、そういうのちょっと昭和歌謡ってね、そうなのね、歌が恥ずかしいみたいな、そうなんですよ、嫌みたいな、うん、ね、エピソードよく聞くもんね。松本は、ね、はいはい、今でもビバリーヒルズ、ビバリーヒルズ、うん、あれ番組何やってんのあれ、35年ねほら長い長い、ね、35年長い、ね、長い間やってて、本当ですね。いやでも君は歌からだよね。そうです、あの最初の歌は何ですか。オスメスキス、ダメだってダメだからね本当ね、今ちょっとね、いろいろね問題になりそうだけど、ね、まあ、歌にも問題あるのに、もそれ以上の問題を起こしてきた、そうなの、生放送で言っちゃいけないこと言って、説明しなくていいですよ、禁止生活でもなんかね、すいません、本当に、はい、それでこのそれが不作の年のアイドルの人たちが、はい、こう82年はものすごかったんだよね、うん、アイドルって。そうです、誰だっけ、松本伊代ちゃん、キョンキョン、そうだ、明菜ちゃん、早見優さん、堀ちえみちゃん、そう、渋垣太平、石川秀美ちゃん、あ、どんどん出てくるね、すごいすごい。83年は
森尾由美ちゃん、はい、大沢いつみちゃん、はい、小林千恵ちゃん、はい、桑田靖子ちゃん、はい、徳丸純子ちゃん、岩井沙織ちゃん、岩井沙織ちゃ ん, ちゃ ん, うんそう木本優子ちゃん、伊藤舞子ちゃんもいるでしょ。あ、そうだ、伊藤舞子ちゃん、うん、桑田靖子さんとかって結構人気あったんじゃなかった。そうですよ、ね、一押しですごかったですよ、ね、そう、歌唱力もすごくて、すごくて、ね、だからそんな不作じゃないと思うんだけど、売れなかった、まあ、でもそんなが売れないの、不作ならこの二人だけちょっと、うん、不作二人がゲストってそう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 しぶとく、ね、そ, それで今回はこういうあの、うん、83年組アイドル大集合みたいになってるけど、はい、40周年イベントだけで、はい、これ写真出てる人はみんな出るの。そうですよ、すごいよ、そうなんですよ、これ全員出るの、寄ってたかって、すごいでしょ、つくだりみたいでしょ、詰め合わせ、みんな57歳本当、いや豪華なメンバーだもん、まあ、イナゴかコーナゴのつくだりみたいなもうだからファンの方たちも一緒に年取ってね、いやー豪華ですよ。これイベントの客席はどうなってるの、埋まった、うん、まあ、ちょ若干な席はありますけども、うん、はい、だいたい埋まった、埋まってます、はい、頑張ります。え、だから誰が当時のファンは絶対来るでしょ。そうです、でも聞いてください、不作だからここじゃなきゃ会えないんですよ、うん、なるほど、そんな、そんなまとめてね、見ることができない、そうなんですよ、まとめて怖いもの見たせて、ファンの中の方にもうとっくにお亡くなりになってる方がいらっしゃる、そんな悲しいことは会場に来てくれますから、その方も、ね、ありがとう、霊がな、はい、そうですね、魂だけ参加します。いやでもすごいよ、このメンバー揃うのも、本当、いや見たいわと思っちゃうし、本当です、いやだってみんなヒット曲歌うでしょ、うん、そうです、デビュー曲からね、もうデビュー当時の、だからどんな不作だったの、どういう扱われ方したのよ。82年はもうね、あれだからみんなあのなんだっけ、あのドアが開いて真ん中から出てきて、いろんなことなんだっけ、ベスト10とか、そうミラードア書いてのね、誰も出てないの、出たことない、誰も出てない、え一度も誰も、誰もこのメンバーミラードア使ってない、使ってない、黒柳徹子に会ってない、会ってない、スポットライトも出てない、スポットライトもなし、今週のスポットライトでも出てない、今週のスポットライト出てない、なし、なし、なし、どこ出てたんだよ、だから歌番組だからもう先輩にも牛耳られて全然出るまくなくて、じゃああるんで水泳大会とかそういうのか、あ、それ出ます、出ました出ましたけど、はい、水泳大会で出てた、で出ましたけど、うん、あの歌のコーナーだと、うん、あの騎馬戦の時に、うん、下の方で丸くワイプっていう、うん、ワイプ、うん、ワイプ処理、ワイプになっちゃう、はい、ワイプ処理、歌ってないんですか、あの、うん、プールのちょっと横で歌うとか、はい、まあ、です、売れっ子はメインステージ、で、うちはワイプ、ワイプ、ワイプ、騎馬戦、そう、メインの画面は騎馬戦、騎馬戦、騎馬戦も馬、馬、馬、もう売れてない、上に乗ってないの、水の中に入ってる、そう、顔しか出てない、そう、可哀想、そう。ですよ、そう、いやでも現場でさ、はい、まあ、なんかちょっとそういう扱われ方言ってみたらしちゃされちゃうわけ、そう、はい、これ83年こっちみたいな、はい、83年こっちでーす、隅、の方に、あら、そう、俺ここはそのメインステージ、うん、そこの83年どこ座ってんだこらありましたよ、松本、そう、松本、もっと後ろ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 で競技もね、一生懸命その、うん、もう出番がないから一生懸命泳いでさするのんだけど ね、うん、1位になるんだよね、うん、1位になるんだけど、うん、1位になって私たち取ってないですね、うんうんうん、やっぱりスターが3位でも、うん、2位でも、うん、そちらにカメラがそちらに行っちゃうので、そうだ、オールスター運動会だって竹志軍団が1位になって殴られたんだ一位になるなと、てめえ一位なんかなってみたい空気読めよって無駄に、あいつら無駄に元気だから結構強いのよ、そうなんですよ、そうなんだ、ブレッコさんに、え、でもあれでしょ、みんなで水泳大会とかはみんなでホテル泊まるじゃないですか、そういう時はもう華やかでみんなで盛り上がるでしょ、あの売れてる売れてない関係なしで、何にもない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 、すぐショート、何にもないよ、寂しい、そうよ、呼ばれなかったのかな、呼ばれなかった、普段より早い消灯が、そうそう、いつもより早寝をして、8時頃もう寝てください、明日ね、来ませんで下の方やから早寝なあかんからね、体力のために、83年組消灯です。
悲惨よ。そうなんだ。そう、だから当時のそのね、あのアイドル雑誌も表紙になったことがないから、うん、せめて、なってないの？なってないですよ。チラシでも。え、なってないし。なってないですよ。アイドルの？はい。ヘボンとか見ましょう。そうそうそう。一回もないでしょ。いやいや、松本はともかく、あの、ご利用様はなったでしょ。なってないんですよ。え？本当に。信じられない。なってると思ってた。なってないんですよ。だから、うん、あのチラシも、うん、それをイメージしてるんです。うん、本当だ。当時のアイドル雑誌の表紙をイメージしたチラシにしたんです。あとちょっとあの、うん、本当の写真じゃなくてちょっとこう、うん、な似顔絵的な。そうですそうです。イラストは何ですか？そうですちょっと。これはやっぱり当時の方がいいだろうっていうことで。ちょっと目元の小じわも全部ないこのイラストでしょ。イラストです。いいイラストで全部そのもう手作りで、うん、まあすごい、お金の計算は森尾さん、うん、あ現場そういうこともそうでも小屋を押さえたのは彼女が直接小屋を押さえるのもアポなしでいろんなあの劇場に、うん今回も直接博品館劇場に電話をしてくれて、あの松本明子ですけど空いてませんかって言ってもらって弁当の手配誰か、はいはい、あのママ友のあのママ友の弁当屋さんにお願いして弁当の手配、弁当の手配松本がやったの、はい、そうですそうです、 そうです弁当の手配もうあの物販のファイルを作ったりとか、はい袋で物も袋詰め、うん、袋詰めを自分たちでしてちょっと待って内職内職内職そうもう1000枚全部自分たちで入れて、うんすごい、はい、でお稽古はあの小林千恵ちゃんち、うん、お家でお家で結構、はいはい、物販の目玉は物販の目玉は物販今回はもう、うん、あの私たちはそのフライヤーを、うんうん、もうフライヤーって何フライあのチラシをですねファイルクリアファイルにあこれをクリアファイルにして、はい、あのお安く、はい、設定しまして、うん、2枚で500円という安税込み500円2枚だったら1000円でいいんじゃない売れないと思います税込み500円1000円はダメです不作だから売れるよ不作だからこんな可愛いもんいやさ失礼だけどさ、はい、森尾さんもね、はいまあ、ちょっと お古いじゃないですか、はいはい、だからね俺なんかもね、はいまあ、俺なんか考えるのも、はい、例えばこれファイルね、はい、あの政治はね、はい、あの売れないんじゃないかなって俺も思っちゃうけど、ねはいまあ、その感覚が同じなんだね、はいはい、こう春の愛だったら春の愛だったらもうあの1000円で、そうです、そうです絶対行くわけよ、ね、逆になかなか会えないんだから、うん、なかなかグッズがないんだからそうなのねえ買う人はもうそら1000円でも喉から手が出ても貴重この時しかないんだからここしかないのここしかないのここでしかですよ売らないからねそう売り切れてお宝もうお宝になるからもう今買わないとっていう人もいるしじゃあ1000円でいいだろいけますよいける前回もね今回もね1000円っていうメンバーもいたんですよ、はい、で私はいやメンバーの中でちょっと待って1000円にしましょうっていうあったんですこの中にメンバーの中にそういう声があったいましたいました、はいはい、でだけども、うん、確実に売りたいんですよ、うん、確実に完売したいんですよで税込み500円ならお釣りも出ないしいや大変よ、ね、ちょっと募金箱かなんかちょっとね協力金箱かそれあのそのなんか当日用意した、うん、あの焼きそばみたいなもんだなそう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 あのたこ焼きとかそうですその日に売っちゃわないとそうなんです持って帰ってもしょうがないからちょっと待って冷静になって、うん、失礼ほんまに失礼さんざんじゃあ俺が言ってんじゃない冷静に森尾さん冷静にこうだからとっぽらでこんなファイル持って帰ってどうすんのそこまで言ってない在庫があって言ってないから、まあ、こみんな困るでしょ在庫困るの、ね、困るの在庫がね他で売るとこないからもうこの日に売るそう在庫抱えて大変なことになっちゃうじゃあステージ終わった後は物販に全員命がけで命がけでお願いしに行きます物販の方に命がけの物販ちょっと目合わせたくないよね命がけの物販はぜひあの目合わせずに背中向けて帰りたいよねそんな物販見たことないからしか見れないメンバーですから、うん、ぜひ皆さん行かなあかんね本当助けてください助けてください助けてください人助けだと思ってよろしくお願いしますいや面白いわ立派に生き残って、ね、まあだってさっきの話でテレビ番組でやってね、はい、早く起きた朝はとかそばりゆずるとか、はい、ずっと何十年も本当にしぶとい誰が見てるんだよ
いや見てるんでおもろいんですよ、ずっとなんかつけてしまう。そう、ほんでまたお母さんとかおばあちゃんとかなった会話にみんな、いやだってさ変わってってるからね。そうです、ディレクターだって全部変わってるよ、うん、いやそれがね変わってないんですよ変わってないですよ、ほぼだから30年一面でやってますそ変わってないの。でもね変わってないのは黒柳徹子さんもあの周りのディレクターあれは俺変わってないなと思ってる。そこも変わってないまんまなんです、うん、スタートから空気感がね、うん、変わってない空気感が出てるのよ、しますでしょそれがなんかほっこり安心感だもん、いつもの感じでね。ビバリーヒルズも高田文雄さんが変わってない変わってない変わってない35年間変わってない、すごいな、すごいですよ74歳、よっぽよぼだろいやいや元気ですね、お客さんも元気やけど、ほんスタッフと、じゃあ2人ともなスタッフとの打ち合わせとか、うん、同じメンバーで年食ってたらもう、うん、あれだろ、言葉遅くて時間かかるだろ、そんな村上さんもね、村上さんも70代、もうリオさんみたいなそんなスタッフおじいちゃん、もうね、もうでも30年やってるからそんな、あと打ち合わせもないんそう、ないですよ、じゃあないないですよ、はしょっちゃって、どうぞ的な、じゃあ楽屋何でこの草餅食べるみたいな話があって、うちからなんか佃に持ってきたわよみたいな楽屋はそんな感じになってる、そんなじゃないですよそう全然もう普通、もう普通にお支度して普通に収録して打ち合わせなし、面白いもんな、何分ぐらいかかってるのあれ1本撮るの、あのきっちり取り切りなので、うん、それしかない、はい、まあ、無駄な時間はないです、ノリしろなし、なしです、本編のみ、全部使えるっていうのがいい、もう本編のみほんで松本明子さん、松本明子さんでね、うん、大好き、うん、よくやってるんですよ、うん、今ね、そうそうそう、ひで、ひでちゃんとも春菜ちゃんも、あと飯島奈緒ちゃんと、初めはねなんかこう肩取ってみんなねこう腰回してね、うん、仲良しな感じだったんですけど、うん、最近大好き見たら、うん、あ、みんなでちゃんと支え合ってるんだっていうそうなんか歩く姿もさ転ばんように、転ばんようになんかいいんですよ、あれも大好き、もうやっぱりもうみんなほんと60近くなってきてどうなんやねもういい番組や、今度の83アイドルのメインのイベントは何ですか、あ、もう不作ならではの、うん、はい、まあレパートリー広く、うんうん、歌って踊って、うん、老体に鞭打って、うん、踊りまくります、はい、そうです、踊りまくる、踊りまくります、踊りますね、やっぱアイドルだから踊らないと、はい、さあなんで、でデビュー、昔から踊ってないドルだったし、ね、踊ってないです、みんな踊ってないです、もうみんな踊ってないもうなんでみんな踊ってないのが踊るんだよシップ張りながらね、シップ張りながら、ね、振り付けもなかなか入ってこないので、誰が振り付けですかそんな、あのね、ちえちゃんが、小林ちえさん、小林ちえちゃんが、うん、あとおさいずみちゃん、おさいずみちゃんが先生です、うん、え、だってみんな57歳、みんな同級生です、教える方もなんかこう教える方も足上がんねえじゃないか休み休みやってます、そう休み休み、そう、それからデビュー当時の衣装を着ます、はい、うん、着れねえだろお前すごい着れねえだろお前太さが違うと、太さがちょっと布足して、布足してそう、パンツが見えようが、あのミニスカート履いて、見たくねえこういうもの見たさですよ森尾さんも、はい、そんなにアイドルじゃ着るんですか、そうなんですけど、私持ってなかったので再現をしまして、うん、一応同じスタイルの当時着てたものと同じホットパンツ、ホットパンツ、ホットパンツ、おみ足出してホットパンツ、すごいことになってます、おいくつでしたっけ今ですか57ですほんで40年前だからね、いやいやいや、もう大丈夫です、でもちょっとそこはね、うん、あとおしゃべりもあるんですか、ちょっと当時の芸能界の話とか、はい、そうですね、はい、それも聞きたい、そう、やっぱり82年組に対する思いなんかもね、今だから言える、はい、嫉妬心だとか、うわ、でもうこの曲は誰が歌うかっていうのはもうくじ引きにしようっつって、そうそうそう、そういうあのヒット曲のアイドルの曲もなんですよ、だから誰が何を歌うのか、そう、誰もその時に運です、いいよ別に誰が何歌ってもちょっとちょっと好きに歌うや、やけになるよ、え、だから聖子ちゃんとか、そう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 、あきなちゃんとかも、そうそうそう、くじ引きですごい、それ聞きた当たった人が不幸だよ聞かされる方も不幸ですよ、聞かされる客席が一番不幸、そうすごいことになっちゃって、いや絶対面白いよ、しかもこの40周年イベントやりますね、はい、今回ど期間はどのくらいやるんですか、2日間で3ステージです、3ステージでございます、2日間で3ステージ、はいはい、やりますね、はい、来年は、はい、来年どうしますか、いやもう、うん、続けたいです、これ大人気になってる、
大人気になったらやりますよ。続けたいですよ。そうですよね。続けます続けます。今回、皆さん40周年の10年後もね、やります。50周年キャンディーズのね、ランちゃんも50周年でされたので励みになりました。励みになったね。励みになりました。50周年ってすごいですよね。いや絶対でもね、私はいやもう大好きだし、もう行きたいなと思う。イベントやもん、絶対皆さん混むと思うし、あと残りわずかでしょ、お席も。そうなんですよ、うん、おかげさまで。くじ引きで誰が歌うかっていうのもちょっとドキドキしながら、うん、どうしよう。この番組も残りわずかなんだけど、はいはい、ありがとうございます。まあ、森尾さんも何かあります？これ松本はなんか、はい、本書いてるんで、はいはい、これをちょっと紹介。ぜひぜひぜひ。大丈夫いいですか？どうもちろん大事です。松本さんは本当レンタカーね、キャンピングカーのレンタカーとかいろいろして本も出して。この番組でね、初めて言わせていただいたもうレンタカーもコツコツやってます。儲かりませんよ。経費がかかるから。頑張ってる。もうコツコツやってます。レンタカー今あの台数何台？3台です。少ねえ。当時から一緒やけどね。コロナ禍で始めて。初めてから一緒。初めての時から3台じゃん。そうですね、うん、ちょっと1台ちょっと導入したいと思います、うん、また、そうだから貯金を崩して、うん、だからね、ワンちゃんのね、はい、あの泊まれる宿とかすぐいっぱいになるんですけど、うん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 、ワンちゃんと一緒でも使えるってことなので、乗れる車がありますので、ぜひとも調べてお願いします。あ、それが特典なんだ、はい、ワンライフレンタカーね、はい、ありがとうございます。ぜひちょっと皆さん調べて使ってください。ケチ道はね、あの今の季節はね、あの緑のカーテン言ってね、あの窓にゴーヤ植えて、今年はね60本いやすごいもらいましたけど、立派なんですよ本当に立派なんですよ。ゴーヤも育てて忙しい。あの稽古のたんびに、ね、1本ずつ持ってきてくれるんですけど立派なゴーヤを、あのもう断れやそんなにはいらねえだ。いやいやいや、美味しく1本持っていて、あのその日収穫して一本ありゃいだろ。あんなものさ、たくさん送られてて料理の仕方感じちゃうからさ。美味しいですよ。夏バテ防止。はい。ちょっと本の方もね、告知でぜひね。この町40年あるもので工夫する松本流ケチ道生活。ケチ道生活。ありがとうございます。いつでもう出たんですかこれは。はい。これもう出たばっかりでございます。はい。出たばっかりですか。はい。あと83年組のアイドルの。はい。ぜひ。はい。40周年イベント83年アイドル不作と言われた私たち、おかみセブン再集結のお知らせでございます。日程は9月の29日金曜日が、午後7時から30日土曜日が正午からと午後5時からの計3回公演でございます、はい、会場は銀座博品館劇場、料金は全席指定の7000円でございます。ぜひホームページの方チェックしてみてください。ぜひお願いします。あとね、この松本明子さんの本もぜひ皆さん調べて買ってください。お願いします。はい、もう楽しかった。今日のゲストは森尾由美さんと松本明子さんでした。ありがとうございました。